はい、じゃあ、とりあえずじゃあ、明けましておめでとうございます。まして一おめ年でとうございの。ます。今ちょっと日は珍待しく、俺も飲んでるけど、なんか酒じゃない。今日はね、珍しく。しか珍も、しく、日本酒だ。今年ね、なんか全部 3D。俺から見てるのみんな 3D に。どうだった？ヒコさんはどこに行ってきたんでしょ？オーストラリアに行った。オーストラリアのなんかちょっ実と家待って、に。オーストラリア、ちょっと待って、どうして？キウイじゃないの？ そう、差別しに行った。いや、自分の母はオーストラリア人だけどね。ねえ、そう、実家辛がオーい。ストラリアでもう真夏でなんか暖かい日々をなんかプールのそばで過ごしてね、大変だっあ、た。そっか、オーストラリアは暖かいね、今。夏だよ。夏だよね。夏。そ今、冬だよ、ここは寒いう。ね。ねえ、ビクトどこ行ったの？僕はニューヨークとフロリダ。おー、いいじゃん。フロリダニューヨーなんク、かそ暖のかね、そうじゃん。フロリダ何？どう？フロリダ今時期ど全然暖かいけう？ど、でも、夏場だからね、毎日ね、買い物ばっかり。買い物ばっかり。ね。買い物ばっかりね。何買ってたの？安い帽の子とに、か。アメリカはね。アメリカ、今なんかそう、ドル安だよね。円高。もう円高でのおかげでそうね、やって世界が終わっちゃうよ。何でもね。でもこの帽子はね、今、ニューヨークでこういう帽子はすごい人気だよ。そういう帽子が。すごい人気、どこでもあるよ。でも、15ドルとか20ドルとか。だからそれは、円で1200とか1500円。安いね。これ390円だよ。だってそんなファッションなんか金で買えるなんてなんか。これ、サンキューミスで買った。だから安い、日本の方が安いね。いいね。で、アメリカのクリスマスも過ごしたの？正月だけ？正月は、クリスマスは日本だけど、ああ、じゃあちゃんと、正月は、じゃあちゃんとケンタッキーいっぱい買ってデートもしちた？ろんケンタッキーに行って、妻とデートして、そう。そんなことしないよ、もちろん。何をしたかい？そうか、自分の弟。弟のとか、弟とか、弟の家族と、ね、妻とね、みんなで、俺はもう日本のクリスマスももう嫌だ。もうしたくないから、もう23日から海外行って、普通のクリスマス過ごした。もうプールのそばで泳ぎながらバーベキューしながら、それ正しいクリスマス。正しいクリスマスはなんか外で太陽浴びながら。なんか想像できないから、クリスマスはね、クリスマスは暑い。これはクリスマス。違う。クリスマスは海。夏クじリゃスない、マスは海。海で、水着で、もう外で美味しいなんかご飯食べて。あれもね、なんかおせち料理とかって食べる？あ、大好き、僕。嘘。大好き。でも、嘘。あんまり食べるね、機会がないから。俺ね、日来本、年は絶対日本にいるから。決めた。13年俺なんかおせち料理慣れないよ。でも日本が、ね、あの、え、あの、正月ね、いいね、日本。いいの？初詣に行って。まあね、ああいう儀式は好き正しいだんよ。で。まあ、お雑煮好きだけど、お雑煮とか大丈夫だけど、おせち料理は慣れない。本なんかね、だって、まあ、実家とか戻ったら美味しいものばっかりとか食べるけど、なんかクリスマスケーキみたいなもんじゃん。なんか儀式で食べるけど、実はそんな美味しくないって日本人でも当。美味思ってしるいもん。よ。慣れてないだけ。でも、いや、ちでょっもと慣れ甘ない。くちゃいけないもんだったら、食べなきゃいいじゃん。美味しいもん食べたらいいじゃん。と思うけど。僕は美味しいだと思うから、最初。まあ、それは報われてる、そう思って。俺、向こうに行って、なんか、ローストラムとかケーキとかいっぱい食べて、また太った。オーストラリア人何食べる？まあ、オーストラリア人カングルーとか食べるんだろワニでしょ？う。 え？ワニとか、そう。一応、本当？まあ、食べられるけど、でもそんなに、普通じゃないんだよね。いや、向こうでは普通になんかローストチキンとか、ローストラムとか、ローストビーフとかそういうの。まあ、大体ローストの、ね、何かで。で、それ外で食べて、もうバーベキューとかもしたりして、サラダいっぱい作って、ワインいっぱい飲んで、ケーキ食べて、で、それでクリケットテレビつけながら、プールで泳いだり、休んだりする。クリケット何？クリケット、世界一番のスポーツだよ。知らない。聞いたことない。失礼なやつだな。それベースボールじゃないの？ そ野球？れ、いや、野球は、クリケットのパクリだよ。ハハハハ。
日本人はクリケットも知らないでしょ。あまり知らない。あるけどね、東京ではなんかクリケットクラブとかあるけど、あんまり日本人知らないんで、まあルールが複雑だよね。まあ野球は分かりやすいけどね、それを認める。クリケットは奥深いから面白い。奥深い、奥深い、なんかルールがいっぱいあって細かなところいっぱいあるから、そういうところが面白い。だからなんかそういう数学が得意な、なんかインド人がみんなクリケット大好きなの。ああ、インド人好きだよね。そう、インド人もすごいよ。じゃあ僕は数学悪いから。でもオーストラリア人も絶対もっと数学下手だ。まあラグビーは。え？ラグビーは違うじゃん。ラグビーは冬スポーツだから。あの、夏暑すぎてやる。仕事が広がった。うん。夏からラグビーするの地獄。うーん。うん、じゃあ、こっち。オーストラリアに帰ってきたら、うん、あ、ちょっと何年ぶりだった？おー、オーストラリアに帰ったのはもう、そうだね、5年ぶりぐらいかな。結構久しぶりだった。変わった？いやー、あっちは変わんないよ。オーストラリア人がオーストラリア人で、なんか、いや、いつまでものんびりで、いい感じなとこで。なんか言われた？オーストラリア人の友達、なんか、日本人は、とか、クジラとか食べてるとか、なんかその。いや、あんまりそういうの入んない。どっちかっていうとみんななんか自身の興味があったりして。なんか、ああ、そうか。あんまりなんか、もちろんオーストラリア人のなんかクジラうるさいやついるけど、うちの家族だったら、お、ピンタするから大丈夫。パーン。これがクジラだよ。パーン。いや、みんな自身のことね、興味あったね、うん、大丈夫だったとか。そうそうそう、みんなそれはなんかどうだった、なんか東京とかどうだった、東京にも実に大きかったからねとか、うん、そういう話あったけど。でも今日また地震あったよね。うんね、今日もちっちゃいのあったんだよね。もう震度2だから、もう妻だって感じなかったし、うん、名古屋の辺はほとんどないよ。うん、じゃあ次、今年もうこの動画もすごい遅くなったし、これからこれで親父として何をするかってちょっと話した方がいいけど、まずね、ちょっとあの休憩してたけど、なぜかというといろんな技術トラブルが毎回あって、今でもちょっとね、多分ニコサムの絵はあんまり聞いてないと思う。あ、いや、そうだからもうこれもね、このあの録画ソフトのメーカーとも話してて、もう月末から良くなるらして、でそれが良くなったらもうそれでまたなんか3人のでぜあの、うん、もうすごく詳しいことにね、本当あのこの間レンと作った動画も撮ったものでもすごく良かったけど、でも本当もっと面白かった、もっと楽しかった動画その前に作って、もう編集で全部ダメになってしまったから、ちょっとそれを全部整理して、もう全部あのちゃんと動いてるようにしてからまたあの起動して、そしていろんななんかあのもうすでになんかスターレッシェイとかあのレンとかもうラジュイとかいろんな人面白い人とかあの入れようと思ってるんだけど、入れようって、うん、あれあの人かた、あのいつかにいたの人システムじゃ。ああ、そうそうそう、彼もなんかすごいアピールしてる。彼は絶対に。失礼なことに全然何も返してないけど、でも、うん、彼はもうブライアンすごくいいし、彼も絶対いいし。いいやつだよ、本当に。そう。だからもう本当に、で、日本語でもみんな日本語できることは条件で、もう日本語も英語も両方作るから、もう今年もこのシリーズも絶対楽しみがいっぱいあるから、うん、それ楽しみして、もう多分ね、2月から、いろいろそれも本格的にまた動いて、で、できるだけもう2週間に1回、もうできれば1週間に1回したいけど、それは全部スムーズ動いてたらね。だからとりあえずね、それまた2のハーフやし、ちゃんとあのハーフがまたつけて始めようと思ってるんだけど、うん、とりあえずこの、まあこれでも2のハーフやしだからね。でもまあ作るでしょ、レンさん。レイマーレンさんが、うん、あのハーフだから。ハーフ。っていうか、とにかくあの彼女のチャンネルのため1個作るでしょ。そうそう、それを探して、ね、まだ作るから、それもう一度レンと動画作ってから、もうそれからなんか進めようと思って、彼女のチャンネルで英語だけで、うん、今度はホラー映画の話、うん、かもしれないね、はい、だからそれ、ね、そう、楽しみ、あなたの地獄のイメージなんて、そうそうか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 、確かにそれ楽しみしてんだよね。いや、あの子だと絶対面白いから、うん、ね、楽しみだっていうことで、もうそれもいっぱいあるし、あとなんかそう、俺のチャンネルももっと上げようと思ってるからね、今年ももうぜひ頑張りましょう。よろしくお願いします、うん、お願いします。で、なんかみんないいアイディアあったらコメントに書いてくださいね。うん、そしてなんか参加したかったらね、あの特にもう、あ、そうそうそう、ね、もうビデオウェルコムウェルコムだからね。はい、ということで、あの今日短くするつもりでいっぱい喋っちゃったから、字幕がめんどくさいから多分ね、編集するけど。はい、とにかく。はい、また。はい、じゃあ。おう。
またね。またね、はい。